辞書にこの単語です。今回も基本単語を怖いイメージで身につけちゃいましょうね。さてさて、今回は set。 まずはこんな set の使い方。On your mark get set紅あらしろ、こんにちは、あらしろ紅です。藤岡正明です。今回も一緒に英語に対する感覚を一緒に磨いていきましょう。 OK、 それじゃ早速、うん、今回のキーワードはセット。セット セットってさ、レコーディングとか、うん、ライブとかでもよくほらセッティングとか言うじゃん。あ、セッティングね、うん、そのセットでしょ。整理して整えるみたいな意味、うん、まあ、確かにそういう場面でも使えるけど、うん、じゃあさっきの、うん、On your mark, get set, goOn your mark, get set, go。 これは分かった？うん、なんか映像だとさ、位置についてよーい、ダン、うん、でしょ。そう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 、うん、なんかなんとなくね、整った感じもするし。うん、でもそれだけじゃないんじゃない？例えば、うん、set me free、 set me free なんて言うと、私を自由にしてっていう意味になるんだよね。おー、なるほどね。あ、そういう意味になるんだ。そう。あ、でもさ、その場合は違うセットの使い方でしょ。ん？でも、set は同じセットじゃん。あ、そっか。こんにちは、田中重則です。先生、形が同じなら同じ意味を持つ。どんな場面で使われてもセットの怖いイメージは一緒なんですよね。そうだね。実はセットは昨日紹介したプットと似通ったイメージを持つ言葉です。セットのコアはこんな感じです。セット、うん、何かを丁寧に置いている感じだよね。うん、セットのコアは定められた位置に据えるということなんだ。はい、そこにはプットと同じように位置させるという感覚がありますが、プットとはちょっと違いますね。試しにプットのコアイメージと比較してみましょう。プットは何かをどっかに位置させるという意味ですが、セットには定められた位置に、しかもきちんとという感覚があります。うん、例えば Set the dishes on the table といえば、皿をテーブルの所定の位置に据える、うん、つまり食卓のセッティングをするということなんだな。もちろん Put を使って Put the dishes on the table とも言えるよね。はい、 Put の場合はテーブルの上のどこかに位置させれば OK。 でもセットだときちんと所定の位置に置かなくてはなりません。セットには It takes 2 days for the cement to set なんちゅう言い方もあるけど、日本語にするとセメントが固まるのに2日かかるという感じですが、ある状態に定まるというコアが生きていますね。他にも A world record was set tonight なんて言い方だと、これは日本語にすると今夜世界記録が打ち立てられたという感じですが、ここでは据えるという部分が強調されています。コアイメージのどこを強調するかで使い方の幅が広がるというわけですね。プットとセットってさ、ね、似たイメージの言葉だったんだね。そうね、何かを置くって感覚はどっちにもあるし、うん、すごい意外だね。そうなんだね。それじゃあここでセットと怖いイメージをもう一度確認しよっか。うん、決まった場所に据えていくっちゅう感じ、つかめてきたかにゃ。うん、まあ、こんな感じだよね、なんかカチャって、うん、プッより丁寧な感じみたいな。そうだね、プットはもっとこういう感じだったもんね。じゃあセのコアをイメージしてさっきのフレーズをもう一回チェックしてみよう。 On your mark
あこのフレーズのニュアンスはもう伝わったかな On your mark, get set, go! ゲットセットだから、うん、セットな状態にゲットしろってことでしょ？うん、まあこの場合は走り出すための決まった姿勢になれっていうことかな。だからもうこんな感じ。うんうんうん、なるほどね。ナイスポーズだね今の。オッケー。セットできるのはね、別に実際の場所だけでなく状態や概念など抽象的なところにセットするなんて言い方もできるのさ。そうなんだ。なるほど。 OK、 じゃあこのフレーズを発音練習しましょう。 Repeat after me. On your mark, get set, go. 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 On your mark. On your markMark. Mark. どうちゃんの？なに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 ？聞いてないっていう。今寝てた。Okay, let's check some other phrases. Set を使ったフレーズをいくつかチェックしてみよう。怖いイメージで捉えてね。First, the sun sets in the west. The sun sets in the west.The sun sets in the west だから、うん、太陽が in the west でセットする、うん、ってことか。そうそうそう、日本語で言えば、うん、西に沈むってこと。なるほど。そう、太陽が沈む位置ってほら決まってるじゃない、うん、だからセットを使うんだよね。そっかそっか。他には他には、うん、じゃあ Would you set the table for dinner? Would you set the table for dinnerTable for dinner だから、ディナーのためにテーブルをセットしてくれますかってことでしょ。うん、そう。だからつまりディナーのための決まった状態にテーブルをするってことだね。なるほど。あ、テーブルクロスを敷いたりお皿並べたり、うん、あ、そういうことを言うんだね。そうそうそう、グッ。うん。じゃあ、うん、辻岡君テーブルセットしておいて。を使った便利なフレーズを身につけよう。例えば目覚まし時計をセットしたって言いたい時はなんて言う？目覚まし時計は alarm。 I set の後に the alarm をつけて I set the alarm。 I set the alarm で OK。 7時にセットしたって言いたい時はその後ろに時間をつけて I set the alarm at 7とか I set the alarm for 7で大丈夫。あと気持ちが固まった、心は決まったって言いたい時をセットが使える。 My heart から始めて固まった、つまりセットされたってことだから My heart is set. My heart is set. 意外と簡単でしょ。使ってみてね。いかがでしたか今回のセット。一見プットと似通った動詞ですが、それぞれコアイメージで捉えればどちらも使い分け、使い切ることができるようになると思います。基本語を使い分け、使い切る力、つまり基本語力は英語を支える力です。基本語力なくして英語力なしと言ってもよいほど重要な力です。この番組を通じて英語の基本語力をしっかりと身につけていってください。今回のセットどうだった？うん、昨日やったプットとさ、うん、なんかあの比較できてさ、コアで考えることによってすごく使い分けができるよね。ね、だから両方、うん、プットはプットでセットはセットでいろんな使い方とか使い分け方があるんだよね。うん、だいぶ、ね、うん、このコアのイメージとか慣れてきた。やっと慣れてきたかもしれない。うん、ね、すごい分かりやすくなるよね。うん、じゃあ頑張ろうこれ。はい、さて今日はこの辺で。はい、See you next week。また来週。バイバイ。